今日海開きしたのは和歌山県太地町にある鯨浜海水浴場。海水浴場の名前になるほど太地町は鯨の町として知られていますが、人気を集めているのが鯨と一緒に泳げるんです。2008年から毎年行われているこの取り組み、今年は毎日午前11時から午後1時15分まで2頭の花ゴンドウが開放されるということです。訪れた人たちは間近で泳ぐクジラとの海水浴を楽しんでいました。結構クジラ近くまで来てくれたんで、想像よりかはなんかすごい楽しかったです。クジラって言ってもまあ小さめのイルカぐらいのサイズなんで全然怖くないし、ぜひまた来たいです。このイベントは来月18日まで行われます。